やばい。どうしましたか？シエノは大変だ。危険なんだ。飛行機は危険な状態である。俺が何とか持ちこたえるから、乗客を安心させてくれ。わかりました。お願いする。なんか熱くね。なんか熱くね。熱い。こんにちは。熱い。こんにちは。ご飯入れますか。なんかすいません、ちょっと水欲しいです、はい、水が。なんか熱くないですか。お水ですね。熱いですかね。クーラーの温度がちょっと熱いかも。いや聞きすぎですよ。サウナかな。サウナお好きな人が多いので今回。多数決で決まるんですかそれ。アンケートしてません。あ、紙とか見てなかったっすね。サウナ好きっていう方が多かったので。そうなりました。そういうことか。それは俺のミスか。そうですね。いやでも焼きが熱くないですか。ありがとうございます。マジ助かりますねこれ。熱い。いい温度ですね。なんか燃えてませんか外。どこですか。窓見てください。窓の外。あれかっこいいですよね。かっこよくないですか最近の飛行機。エフェクトついてるんですよ。エフェクト。はい。なるほど。これエフェクトかっけー。かっけーですよね。全然だからこれ別にやばいとかそういうわけじゃない。やばい。最新のデザインでございます。最新のデザインでございます。やばいって聞こえたけど。今機長携帯ゲームしてまして。それはちょっと心配だの。大丈夫です。最近の飛行機片手運転できるんで。すごいハイテクなんだ。全自動なんで。この飛行機おもろいな。暑いな。もう全然だからやばくはないんですね。やばくないですね。なんか苦しくなってきて。すいませんかこれ。おにぎり。煙くないっすかなんか。いや気のせいですよ。おにぎり焼いてたんでさっき。焼いて。そう焼きおにぎり作ってるんで。ごめんなさい。炭火かなんかで焼いてるんですか。そうですね。炭火焼きですね。なるほど。今のは何ですか。今のは。今のは最近の流行りの BGM を飛行機でかけたんで。なるほど。BGM 堪能できる。楽しみますわ。ありがとうございます。はい、楽しくなりそうです。はい。ちゅう。でもいいな。サウナ入りながらできるの気持ちいいな。到着したら海入ろうっと。くっそー、ミスちゃった。やっべー、これやばいぞ。どうされましたか、機長。シエイオン、大変だ。飛行機が危険な状態にある。僕らが何とか持ちこたえるから、乗客を安心させてくれ。わかりました、機長。何の音。皆様ご安心ください。現在機体が危険な状態にありますが、機長が全力で復旧に努めております。危険な状態にあるの。はい、ここまでで何か質問ありますか。危険な状態にあるの。やばくない。どういうこと。はい、ここまでで何か質問ありますか。そんな余裕ないって。あれ、もしかしてお聞きなさってない。何がですか。これ東京から北海道墜落体験付きプランですよ、これ。墜落すんの。違う、墜落体験ができるプランでございます。全然じゃあ危険な状態じゃないってこと。そうです。避難訓練みたいなもんです。いわば
訓練か。リアリティあるね。そういう状況っぽい感じだけ。そうです、そうです、そうです。なるほどね。そういうコンセプトみたいな感じか。そうなんですよ。そういうプランでございます。でもなんか、ちょっと墜落してる若干。なんか。これは、流行りの 4D でございます。なんかふわふわすんだけど。え？なんか、うわうわ。あ、これも、マジックでございます。これマジック、はい、これ最新技術搭載の着席最新技術搭載の着席となっております。全然墜落しない全然大丈夫でございます。ああ、本当に、はい、本当に、え、なんか、エンジンか、大変なことになってる。これはこれは、窓のディスプレイが描画しております。あ、ディスプレイなのね、ここが画面です。ここあ、画面です。窓じゃないんだこれ。そうなんです。じゃああれエンジン壊れてるように見えてるけど、あれは実はちゃんと動いてるっていう。あ、そういうことね。あ、リアルだな。おおおおあ、これも体験ね。なんだこれ、なんか落ちてきたけど。あ、こちら酸素マスクとなっております。酸素マスク落ちてきたらやばいじゃないのこれ。いや、まあでもまあ体験ですからね。なんかリアルすぎない？怖いんだけど逆に。こちらのプラン、まあ、30万円かかってますからお一人。え、そんなお金持ってないけどどうなっちゃうの。え、ちょっと退場願います。退場ってどういうこと。ちょっともう飛び降りていただいて大丈夫でしょうか。え、怖すぎるだろう。失敗。よし、今日も掃除していくか。ほらよ。わ、調子乗った、やべえ。どうしました？シエト、はい、やばい状況だ、大変だ。飛行機が危険な状態にある。え、やばいぞ、これは。俺が何とか持ちこたえるから、乗客を安心させてくれ。わかりました、行ってきます。だぞ、絶対だぞ。やばいやばい、腹が、腹が空いてる。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よく立てるね、すごい、よく立てるね。いや、これ別に危険じゃないですよ。風がすごいよ。大丈夫なの？大丈夫です。でっかい穴開いてるけど、え、何が起きたのこれ。今テーマパークとのまあコラボじゃないですけど、そういうので大丈夫ですか？大丈夫ですか？あれはあのアトラクションみたいなものなので、落ちても別にそんなに危険じゃないです。落ちてみます？絶対さ、絶対嘘だってで、飲んで冷静なの君、そんなに。いや、私仕掛け知ってるんで大丈夫なの分かってるんで冷静ですよ。そうなんだ。超待って。超待って。なになになに、どうしたの、どうしたの。あはははは、あしえ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 、おい、カレーぞ中身、おい、しえの中身カレーぞ今。どうすんのこれ。シエトくん、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 シやばいやばい。皆様、どこ行ったの？機長、機長どこ行ったの？機長が今飛び降りましたけど、機長が飛び降りたってことはこれ安全なんですよ。あー、え、あー、なるほど。あ、なるほど。機長がやってたみたいな、そう、飛ぶ体験っていうのをできるので、一緒に順番に飛んでってください、皆さん。大丈夫、大丈夫ですか？一人で行きます？皆さんも機長に続いていただければ安全なんで。あ、なるほど。はい、わかりました、じゃあ行きます。はい、
頑張ってください。あー、うまいうまい、上手上手。おー楽しい楽しい。あー、これはやばい。触覚に折れてるってやばいやばい。やばいやばい、壊れた、やばい。貴重貴重貴重。どうなってんすかこれ。シエアドルフ、アドルフ、俺アドルフじゃねえよ。ほんでアドルフ誰だそれ。飛行機が墜落しかけている。いや見たらわかるよ、見たらわかるよ、見たらわかるよ。これなんだこれ。やばいやばい、僕がなんとか持ちこたえるからちょっとなんとかしてくれ。かかっているぞアドルフ。アドルフ、アドルフ誰だよそれ。ちょっと落ちる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 、怖いか、落ちてる落ちてる落ちてる落ちる落ちる。はい、皆様安心してください。なんか来た、なんか来た、何回来た。安心してください皆様、何回いる、妖精さんが来た。安心してください皆さん、笑顔かな、みんな笑顔かな。いいね、笑顔だね。はい、この東京からブラジル行きの飛行機なんですけどもね、あの直通で真下ドリルで、そのままブラジルまで直通したいと思います。飛行機じゃないんだこれ。あ、これあのドリル型の飛行機になってますので、はい、そのまま直通でマントル通過しまして地球の真ん中を通っていきます。大丈夫なんですかそれ。大丈夫です。熱いですよこれ。まあ大丈夫です。これちょっとでも横行ったら落ちませんか。あと、あー、あ、なんか落ちてきます。シートベルトしーって言ったやんか。ちゃんとシートベルトせんからそうなるでしょ。あ、しないとそうなるんだ。シートベルトちゃんとしてくださいよ。どうしよう、俺も椅子から危ないですから。椅子から落ちちゃったんですけど。椅子から落ちた。いや、シートベルトつけてください、ちゃんと。これもう届かないです、シートベルトの実寸とか。どうしよう、俺もあの人みたいになっちゃう。ちょ待って。あ、向かいに来た。大変だ。あ、大丈夫、大丈夫、よし、よし。君の椅子はどれだ。あ、これです。これが、よし、これです。いけるか。よし、よし、よし。これで OK。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。これで落ちないですね。落ちない。大丈夫だ。よかった、よかった。耐火性能とかあるんですか、これ。大丈夫、あるある、大丈夫。でも空ですよこれ、窓の外。こっから土入るんですね。え、力、怖い、怖い。衝撃とかどうなるんですかこれ。やばいよ。あの、すごい先鋭利なんで、あの、大丈夫。あの、もう点、先端が点、点やから。もう、すごいとんがってるから、大丈夫。あ、オッケーです。耐えればいいんですね、これ。しっかり捕まって。はい、大丈夫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 。ブラジルすぐですよ、ブラジルすぐ、すぐ着く、すぐ着く、すぐ着く。もう言うてる間ですから、はい、安心してください。お、いいんじゃない、クリアじゃない、クリアじゃないですか。よーし、おー、すげえ。意外とうまく、意外とうまいこと言ってたんじゃない。めっちゃすごい。やった。